国際 G1 ファンファーレ大井競馬場に鳴り響きました。ご来場の皆様から拍手が送られました。大井競馬第10競走メインレース、年末の大一番農林水産大 G 商店第66回東京大商店 G1 2000m、 今年の出走馬16頭です。馬場状態量の発表、3連覇がかかる7番オメガパフューム、断然の支持を集めました。枠入り進んでいますが、5番のダノンファラオゲートの中体勢を確認しています。待っている16番ミューチャリー、ミューチャリー前進、ゲートに収まります。16頭枠入り完了、スタートしました。外14番カジノフォンテン、好スタートを切りましたが、真ん中6番のワーク&ラブ、こちらが出ていくんでしょうか。2頭のうちに3番モジアナフレイバー、そして5番のダノンファラオ、先頭に立ったのは6番のワーク&ラブです。ダノンファラオの後ろ1番帝王ケインズ5番手、それから4番ヒストリーメイカー、7番オメガパフューム、内に8番ノンコの夢、それから16番ミューチャリー、12番のクロスケ、2番デルマルーブルと続いていきます。後方11番のノーブルサターン、内10番のハナズレジェンド、9番ウェスタールンド、後ろから3頭目13番ナイトオブナイツ、15番エイシンスレイマン後方です。流れが落ち着いてきました。2コーナーのカーブ、先頭6番のワーク&ラブ、リード2馬身から3馬身、14番のカジノフォンテン2番手向こう上面に出ました。3番手5番のダノンファラオ、内がっちりと3番のモジアナフレイバー、2番手集団が3頭固まってきました。その後ろ1番帝王ケインズ、外側に7番オメガパフューム、先頭までは4馬身5馬身、じわっと差を詰めていく。内を通るのは4番ヒストリーメイカー、その後ろ8番ノンコの夢、16番ミューチャリー、外目は12番クロスケに9番のウェスタールンドが上がっていく。ウェスタールンド中段から前に向かって上がっていきました。あとは2番デルマルーブル、11番ノーブルサターン、10番のハナズレジェンド、後方は13番ナイトオブナイツ、15番のエンシンスレイマンです。3コーナーのカーブ、逃げる6番のワーク&ラブ先頭1馬身半、2馬身のリードをキープ。2番手14番のカジノ本店、外迫ってきました5番のダノンファラオ、そしてその後ろ7番のオメガパフュームも上がってくる。4コーナーのカーブ、ワーク&ラブリードが詰まって直線コース、カジノ本店並んできた。外からオメガパフューム伸びてくる、さらに外ウェスタールンドも追い込んで回りました。前の争いは今度はカジノ本店先頭に変わった。外からオメガパフューム3連覇に向かって前に並んでくる。ウェスタールンド3番手、その後ろから帝王ケインズ、あと 100m、 オメガパフューム先頭に立った。カジノ本店食い下がる、外からウェスタールンド、オメガパフューム3連覇ゴール。ゴール前、手に汗握る接戦は7番オメガパフューム。力強く競り勝ちました。史上初この競争3連覇達成。接戦競り勝ってオメガパフュームものにしたように見えました。内は14番カジノ本店、外から迫ったのは9番ウェスタールンド、そして4番のヒストリーメイカー、16番ミューチャリー、1番帝王ケインズあたりまであまり差のない体勢。混戦、激戦でした。第66回東京大商店。圧倒的人気、そしてプレッシャーのかかる中、7番オメガパフューム、内で食い下がるカジノ本店、外から迫るウェスタールンドをわずかに退けて、東京大商店前人未到の3連覇達成なりました。ミルコ・デムーロ騎手、内14番カジノ本店わずかな遅れですが2番手、3番手争いでウェスタールンド、内から足を伸ばしたヒストリーメイカー接戦。勝ちタイム2分6秒9、上がりタイム49秒3、36秒7の上がりタイムです。第66回東京大商店、確定までお待ちください。